オアハカチーズ、A、オアハカチーズ、スペイン語、ケソオアハカは、メキシコで作られているセミハードチーズで、ケスイージョという名前でも知られている。この白いチーズは、熟成していないモントレージャックのようでありながらも、モッツァレラチーズのようなストリングチーズとしての特徴を合わせ持っている。メキシコ国外では、チワワ州北部で作られているアサデロというチーズと、混同されることが多い。 この2社の食感や味は似ているが、製法に違いがあり、この製法によって、オアハカチーズの方が若干乾いた感じになっている。オアハカという名前は、このチーズが最初に作られたのが、メキシコ南部のオアハカ州であることに由来しており、オアハカで布教活動していたドミニコ会が製法を持ち込んだことが始まりとされている。このチーズはイタリアで作られるモッツァレラチーズと同様、 カードに熱湯を注いで寝るパスタフィラータという製法が用いられるが、当時はメキシコでは水牛のミルクが手に入らなかったため、代わりに牛乳が用いられた。製法は複雑であり、チーズを長いリボン状に伸ばした後、毛糸玉のように丸める。オアハカチーズは様々な形で売られており、メキシコ料理で広く使われている。例えば、ケサディアやエンパナーダでは溶かした、 オアハカチーズにウイトラコチェやカボチャの花をあえたものが詰め物として用いられている。ありがとうございます。